これは何て言うんですか。グローブ。これは英語で。これとこれ一緒ですか。これはグラムです。これはグラム。グラムと呼んでください。グローブ持ってきねって。これは持ってきます。はい、これはグラム。それぐらいがいい。グラム。これで、これは何するの。トロボンよね。トロボンね。そしたら今日、今自分のグラブをはめて、もらっています。いつもよりか、いつもよりかしっかり、しっかりグラブが、グラブがいつもよりか開く、開いてください。どう開けるか。いつもよりか、こういう形とこういう形っていうのはどっちが入りやすいですか。グラブを広げてる方がいいよね。でもどうかな、いつもこのまま使ってない。え、いつもこのぐらい使ってない。しっかり開きますかね。開きますか。まずそれを、それをちょっと意識して、いつもよりか、いつもよりかしっかり手が動くよね。でグラブも大きく、グラブが、ボールが入る、入るところが大きく、見えるようにしてください。そしてしっかりと指先に、指先に、ボールが入ったらというところまで伝えてください。これが取るという、取るという当然しっかりボールを見るというと、ここも目です。ここも目です。こんなんじゃ目は見えないんで、こういうところを注意してください。で次は、次何するのかな。次、次ボールを取りました。次は目の前、胸の前、胸の前。ここに持ってくるという部分よりか、ボールを、ボールを次は、取ったボールを投げるの。取ったボールを、こうやって投げるの。持ち替える、握り替えるんだよね。その時に、その時に、その時に、ここを、ここを、できるだけ、ボールをしっかり持ち替えたり、握り替えることが、次の動作につながっていいボールが行くんだよな、行くんだよな。それを、それを、胸であったりとか言うんだけど、この、このグラブにボールが収まってる時と右手、右投げの人は右手のどこで、どこで握り替えたら一番うまくいくのかなというので、自分で気をつけて探してください。探してください。当然ね、胸の前で、行く人もいいだろうし、この辺で握り替える方がうまくいく人もいるだろうし、この辺は自分で探してください。いいですか。はい。そして投げたら、投げたら投げますよね。投げたら、投げ終わった後、ちょっと今日はね、投げ終わった後もかっこよくしましょう。かっこよく、ちょっと距離が出た時に投げ終わった後はしっかり片足で、片足で立てるかなというところまで行ってください。そしてこの軸足をしっかり、しっかり作りますよね。取ってしっかり作って、この軸足がの靴の裏が上に向くぐらいまで決めていってください。これは自分でやってください。いいですか。ボールをしっかりグラブで、グラブです、ね、グラブで、そしてそれを握り替える。何で手で投げる方の、投げる方の手で、そして握り替える前にちゃんと右足、右投げの人はしっかりと
軸を作りましょう。ね。で、しっかり投げて、投げて、投げ終わりは、はい、そういうことを少し、頭に入れながらやってみます。ね。そして、いいボールが来たらないですよね。悪いボールが来たら、もうちょっとこちら、こっちに投げろとかいうようなね、お互い、ちょっとこう、言葉の掛け合いをしながらやっていきましょう。いいですか？はい。あまり、初めての人同士の方がいいですね。ね、いつもやってる人じゃなくして、せっかく今日集まった人たちですから、その辺でね、ちょっとこう、初めての人とキャッチボールをしましょう。いいですか？いいですか？はい。じゃあちょっと見せてください。体力も筋力もついてくるでしょう。当然パワーアップもするでしょう。
でも今そういうところをきっちりスムーズな動きをできるだけ、意識をしながらねやっていってます。それが大事です。ちょっと今言われてることがうまくいけてないな、ここで詰まったなという子いないか、